インガー・アンダーセンは、デンマークの経済学者で、環境保護活動家、政治家。2019年2月国連環境、計画事務局長に就任。アンダーセンは、ユネップの事務局長の任命に先立ち、国際自然保護連合の事務局長、CGIAR 基金評議会議長の任期を挟み1999年に入校した。 世界銀行では副総裁として持続可能な開発について中東及び北アフリカ担当を務めた。インガー・ーアンダーセンは母アーゴット・ラクール・アンダーセンと父・エリック・アンダーセンの娘に生まれ、母方の祖父はデンマークの歴史家で考古学者のビルヘルム・ラクールである。兄はアメリカズ・カップなどヨットレースと環境ドキュメンタリーの著名な映像制作者で作家の コハンス・ラクール・アンダーセンである。デンマークの北ユラン地域、ジェラップ村で生まれ高等学校を1977年に卒業、ロンドン北部工科学校を1981年に卒業私学士号を取得。1982年には、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院で、北東アフリカの地域経済と開発を主題に、研究し修士号を受ける。 アンダーセンのキャリアは、当初、1982年に英国の女性を受けたプログラムの下、スーダンに渡って英語を教えることから始まり、やがて開発関係の仕事につき1982年から1985年まで、スーダンカトリック市教会議の開発及び救援部門、スーダンエイドに加わると飢がと、干ばつ緩和及び復旧に焦点を当てた。 ニューヨークの国連本部に入ると、1987年から1992年の12年に、渡り、国連菅のサヘル事務所で働いており、干ばつと砂漠化の問題に取り組んだ経歴がある。1992年、国連開発計画で、中東と北アフリカ地域の地球環境ファシリティ調整役に任命され、1999年まで、 アラブ22カ国の地球環境ポートフォリオを監修した。アンダーセンは1999年から2001年にかけて国連開発計画と世界銀行の国際水資源協定の調整役として世界銀行に出向して特にアフリカと中東の水資源、環境の持続可能な開発の領域に重点を置く。水資源管理と交渉の分野では2次。 中央アフリカ担当2002年から2004年に水資源供給と浄水並びに水資源と都市開発を担当する。2010年から2011年までアンダーセンは世界銀行の持続可能な開発担当副総裁及び国際農業研究協議グループ基金評議会議長を務めた。在任中、同評議会と CG コンソーシアムの設立を監督した。 持続可能な開発担当副総裁としてアンダーセンが提起した世界銀行の優先課題は多く、その一部として農業生産性と食料安全保障の強化、インフラ投資、気候変動の回復力及び緑の成長、社会的説明責任、災害リスク管理及び文化と開発を上げることができる。国連の持続可能な開発目標の17の 目標に広く関わる。持続可能な開発部門を収める人気中にアンダーソンは世界銀行の分析及び投資支援の規模拡大を監督し、エネルギー、水資源、輸送の確保と農業及び環境セクターに向けた投資に備える回復力のあるインフラ開発を支えた。地域の気候と水資源をめぐる圧力を緩和する必要性に特に注力しており、 どちらも平和と安定に対して重要な脅威になりかねないと主張した。2012年にリアドで開かれたイエメン国際ドナー会議では当時のサウジアラビア財務大臣イブラヒム・アブドゥル・アジーズ・アル・アッサーと共に共同議長を務めた。アンダーセンはメナの副総裁として2014年のガザでの戦争の人道的影響についても率直に述べ、 ガザとヨルダン川西岸での輸入と移動の自由の確保、パレスチナ自治区とイスラエルの両方の治安を求めた。2011年、アンダーセンは G8、G7 財務大臣の同ビル会議で世界銀行を代表し、アラブ地域への追加支援を求めた。2015年1月に国際自然保護連合の事務局長に任命されると、アンダーセンは職責において、 世界中の50以上の事務所で IUCN の業務を担当した。IUCN はアンダーセンのリーダーシップの下、米国ハワイ州で2016年世界自然保護会議を開催し、会議の正式な開会の前夜にハワイ入りしたバラク・オバマ大統領が出席者を歓迎する挨拶を行った。同国が初めて主催国として開催する IUCN の会議であり、アンダーセンは 自然保護のオリンピックとも呼ばれる世界最大の国際環境保護会議を成功に導いた。IUCN 在任中、アンダーセンは持続可能な開発を達成する取り組みにおける自然保護の重要性を次のように強調した。自然は人間の願望の障害ではなく不可欠なパートナーであり、全ての取り組みに貴重な貢献を提供します。 2019年2月21日、国連総会は、アンダーセンを国連環境計画の事務局長に選出した。任期は4年。国連の定めた持続可能な17の開発目標すなわち SDGs、SDGs について、アンダーセンの施策は以下の項目に貢献している。ありがとうございます。